はい、皆様、こんにちは。カズチューブです。今回もご視聴本当にありがとうございます。僕の X に寄せられましたコメントをご紹介するバージョンでございます。今回もたくさんのメッセージ本当ありがとうございます。勝ってよかったね、本当にね。勝つとみんなもご機嫌なんで僕も嬉しいです。猫秘書さんです。お疲れ様です。京介投手やっと初勝利おめでとうございます。明日は佐藤投手にも初勝利になりますよう応援いたしますということ。そうだね。よろしくお願いします。それから、これは、紅の牛さんですが、大前さん、オリホーです。斎藤のピッチング本当にすごかったですね。岡本や坂本といった巨人の主力打者からストレートで三振を奪うシーンは痺れました。確かにね、本当球速表示以上に、今日僕もテレビで見てましたが、解説の篠塚さんも、球速表示以上のスピードをバッター感じてるんじゃないかと、おっしゃってましたね。素晴らしいですね。明日は育成上がりの佐藤に期待ですね。3立てするぞ、バファローズ。まあ、そう簡単にいかないと思いますけれども、明日もいいゲームね、佐藤君がもう本当思い切って、投げてほしいなと思うわけでありますが、さくらさんですが、今日は現地でした。写真貼ってくださいました。きょうちゃんのスマイルの、なんか、ビジョンのこれ、ヒーローインタビューの後の映像かな、画像かな。ありがとうございます。きょうちゃんは素晴らしいピッチングで、打線もつながって、とても良い試合を見ることができました。西川選手が上がってきてから勝ち出したので、やはり打つべき人が打つと勝てますね、ということ。おっしゃる通りです。もう今日もね、西川選手の先制タイムリー、頓宮君の中押し、ダメ押しのタイムリー、これ素晴らしいね。それから、レストさんは大前さん、オリホーです。とうとう、プロ京介初勝利。素晴らしい。あの巨人打線を初の東京ドームで無失点はすごすぎますということですね。明日は佐藤君のプロ初、彼にも初勝利をということ。そうだね。期待しましょう。それから、ゆずかごさんですが、今日は打線がつながりました。中継ぎ陣もよく踏ん張りました。そして、きょうちゃん、本当に良かったです。本当良かったね。試合後、安堵のため息をつく中島監督が映りました。ほっとされていたのがよくわかりましたということ。素晴らしいね。まあ、でも、昨日、東くんも育成からのね、今、地位を自分で掴んだわけですよ。で、きょうちゃんも2年目、明日、佐藤くん。いろんな新しい戦力をね、巨人ファン、全国のファンに知らしめるチャンスでございますから、でも結構十分、またね、普段はパ・リーグのゲームを見ないような方にも、いや、オリックスって若い選手出てくるなと思ってもらえるんじゃないかな、本当にね、そんな気がいたします。それから、シャコさん、ついに猛牛の至宝の初勝利の瞬間を見ることができました。4回くらいから少しバテていた感がありましたが、よく耐えてくれたと思います。まあ、結構飛ばしていってたと思うんでね。小田島の火消しをはじめ、リリーフも一丸となって初勝利守ってくれましたし、打線もしっかりと得点して、いい勝利になってくれました。その通り。ずんだもちさん。試合展開が理想的でしたが、今日もさっさと切り替えてまた明日です。おっしゃる通りなんだよ。簡単にも、もうなんかみんなちょっと待った、ちょっと半分浮かれてる人いっぱいいるんだけど、そう簡単にはいかないから、本当にね。相手も良いピッチャーなので簡単には勝てないと思います。おっしゃる通り。白星が4つ並んだからといって、明日からも勝つと思っていたらダメです。もうその通りです。もう、ずんだもちさんのおっしゃる通りです。僕の言いたいことは全てそうです。はい。そんな簡単じゃございません。軟骨の唐揚げさん、きょうちゃんの初勝利、そして今シーズン初の4連勝と、お祝いのお酒が進む素晴らしい一日でしたということ。明日勝てれば最高ですが、まずは一緒に頑張ってほしいですね、ということで。ね、本当そうですね。簡単じゃないからね、本当に。坂東香織さんです。きょうちゃんの初勝利、あと一歩で権利がなくなるなどもありましたが、ついにですね、って。あと一歩でってどういうことか、まあ、ちょっと違う表現だと思うけど、もうね、もう寸でのところでっていう感じで、まあ、あと一歩ではな、そう、明日は佐藤が初登板、行けるところまで頑張ってほしいですねということ、そうだね。ゴリーさん、4連勝素晴らしい、何かチームで何かが吹っ切れて、選手全員の気持ちが結束できてきてるように見えます、勝てばそう見えるんです、負けたらそう見えないだけです。明日も全力で勝ちましょうということ、そう簡単じゃないのよ、だからね、見る方の見方が変わるからそう見えてるってところはあると思いますよ。みんなは負けてる時でも一生懸命やってたんですよ。それをそうは見えないでしょ、負けてる時って。
勝てば何やってもそう見えるんですよ。負けてても一生懸命みんなやってます、一つにでやってますよ。それから直樹と77さんは、京ちゃんの初勝利めっちゃ嬉しいです、打線もつながり5得点、そして2カード連続の勝ち越し4連勝、この調子でスイープ狙ってほしいですね、ということで、簡単にはいきません、狙ってはいくでしょうけども、簡単に勝てると思わんといてください、本当に。P ちゃん、大前さんお疲れ様です、京ちゃん初勝利おめでとうございます、本当に報われました、お兄さんたちこれからも援護よろしくお願いします、ということ、まあ、先発投手への勝ちが続いていて何よりですね、あの田島くんからね、本当もう彼の頑張りからそんな感じで先発にも勝ちがつくようになりました。新田新太さん、大前さん今日もお疲れ様です、4連勝斉藤投手の初勝利、小田島投手の連続無失点継続、頓宮選手の4打点と見応えたっぷり、かつ久しぶりに気持ちのいい勝ち方が見られてすっきりしました、明日も勝てるように全力応援します、ということ、よろしくね、ということですね。誠レノンさん、交流戦はとにかく食らいついていってもらいたいです、負けないようにしてもらいたいです、まあそうだけど、応援続けますね、よろしくお願いします。それからあゆさん、4連勝何よりも待ちに待った京介ちゃん、京ちゃんの、初勝利が本当に嬉しいです、投打かみ合ったナイスゲームでした、明日は佐藤和真先発楽しみで仕方ないです、皆さんも気を引き締めてみてください、よろしくお願いします、頑張れ頑張れ和真って感じですね。それからライム666さんは4連勝で交流戦の勝ち越し、まあ、現状やっと勝ち越せましたけどまだ続きますから分かりません、2試合連続の完封勝利、打っては11安打、今日もナイスなピッチャー陣、京ちゃんの初勝利おめでとうということですね。ラオウ、攻守でしたが、攻守の攻は、字が違いますね、次はぜひバットで目立ってくれということ、ありがとうございます。それから、佐賀のりさんは今日の勝利で交流戦貯金ができたのは嬉しいですね、目の前の一勝一つ一つ積み重ねていけるよう応援もしていきます、ありがとうございます。坂井戸さん、現地の写真を今日も貼ってくださいました、今回の僕の関東遠征は3連勝、すごいね、よかったね、素晴らしい。この後の新幹線で関西に帰るので、明日は見ることはできませんが、明日の佐藤和真投手のプロ初登板、初先発、頑張って投げてもらいましょうってこと。ありがとうございます。現地応援ありがとうございますね。それからですね、空助どんぶりさん、4連勝嬉しい。京ちゃんのヒロイン、初々しくて、本当に投球とのギャップににやけますということ。にやけるわな。ありがとうございます。それから、しーちゃん、今日も現地でありがとうね。今日もオリホー、京ちゃんのプロ初勝利見られてよかったです。とんちゃんも2回のナイス2点タイムリーでした。明日はプロ初登板初先発の佐藤君、ただ相手先発は調子のいい菅野、簡単には勝てない相手ですが、なんとか佐藤君のプロ初よりも見てこの遠征を締めたいです、まあね、よろしくね、ということで、まあ、今日は皆さん、皆さんお喜びでね、よかったですね、本当にね、だけどそんなに簡単にはいかないですから、それだけは申し上げたいと思います。まあでも今日は喜びに浸っていただければと思います。ナイスゲームでした。じゃあまた、お疲れ様でした。いつもコメントありがとうございます。じゃあまた。